皆さんこんにちは、バトラーアライです。今日はお客様や相手の立場になる方法についてお話ししたいと思います。よくお客様の立場になりなさい、あるいは相手の立場になって考えなさいと、えー、よく言われることでありますが、この相手の立場になるっていうことはですね、非常に難しいんですよね、実を言うと。立場になるとでもなりきれない。 ですし、まあ、本当に立場になれたらですねあのた簡単に相手の立場になれたらですねあのそういうふうに言われないですしそういうようなことも起こらないわけですね特にあのクレームなんかを受けた時にですねお客様の立場になって対応しましょうとかよく言いますが本当にこれができていればクレームにはなってないわけですね。 ですので今日はですね、このお客様、あるいは相手の立場になる方法、羊が行っている、このお客様、相手の立場になる方法についてお話をしたいと思います。で、この立場になる方法、相手の立場になる方法で覚えてほしい単語はこれなんですね。why?why Why っていうのはこれ、なぜという意味なんですが、 ホワイホワイホワイと、常にこのホワイホワイホワイ、なぜなぜなぜということをです、ね、頭に張り巡らせてほしいんですね。お客様の立場になるときは。で、これをね具体的に聞いてほしいんですよ。というのが、例えばこのお客様からクレームを受けたときなんか、特にそうですねあの。お客様の立場なんて対応しなさいと。でもその立場になるためには、どうしたらいいかというと、お客様に 伺うししかかなないいですね、まあ、聞くしかない相手の方にそのためのキーワードがホワイなんです。ただこのホワイというのをですね、そのまま使ってしまうと、特にクレームの時はですね、余計炎上してしまうケースがありますね。例えばお客様からですね、あ,のあなたのところで買ったあの商品不良だ、あの不良品だったのよって言っホワイとか言ってしまったらですね、 まあ余計あのクレームがおかしくなってしまあクレームがあの炎上してしまって、ちょっと責任者出しなさいよって話になってしまいますので、これ、ホワイをそのまま使うんじゃなくて、頭の中で思い浮かべながら、あのこのホワイというのをやんわり聞いていただくおって。お客様の怒っていらっしゃる、あるいは言ってらっしゃる理由をですね、やんわり聞いていただくということがポイントでございます。例えばこういうことがございました。フグ 専門店ですね、フグ料理の専門店、まあ、トラフグ料理の専門店でですねあの、お客様がいらっしゃったんですね。そのお客様が、えー、30代後半ぐらいのですね、ご夫婦、えー男、男性と女性のご夫婦ですね、ご夫婦とあと3歳ぐらいのお子様が一緒にいらっしゃいました。この3名でで入店されてですねで、ある時奥様が、 スタッフの方を呼んだんですね。店員さんを呼んでですね、えー、この注文する前の段階で呼んで、ちょっとちょっとと。なんでこの店にはハンバーグがないのよっていうクレームも上げてきました。でもね、よく考えてみると、当たり前といえば当たり前ですね。そのお店はフグ料理、トラフグ料理専門店でございますので、まあ普通であればですね、普通のスタッフの方であれば、お客様、 申し訳ございません。当店はトラフグ専門店でございますので、あいにくハンバーグのご用意はございませんというふうに回答します。ただですね、あのここであれば、まあ、普通のクレームの対応の方法と一緒なんです同じなんですね。単純に、まあ、トラフグ料理の専門店ですので、洋食であるハンバーグはあるわけがないんですよ。ただもう一つですねこの お客様のことをよく知るためにですね、踏み込んでいただきたいんですね。どうやって踏み込むかというと、お客様、当店はトラフグ専門店でございますので、あいにくハンバーグのご用意はできません。ご参考までにあの当店でなぜハンバーグを召し上がりたいか、お教え願えないでしょうかというふうに聞くとですね、 お客様の方も回答していただきます。うちのこの3歳の子供、フグなんか食べられないのよとフグの刺身とかそこもの食べられないですこの子が食べられる料理が欲しいのよと言われますよねそうすれば、まあ、もちろんですねあ分かりましたとそういうご事情であればハンバーグをご用意します というのも一つ正解かもしれませんが、まあ、大部分の店は、まあ、特にあのそういう風料理専門店はハンバーグを用意するのではなくここでお客様は何を求めているかというとハンバーグではないつまりこの3歳のお子様が食べるものがなくて困っていらっしゃるということがわかるわけですねそうすれば 起点の聞いたスタッフの方であれば、あお客様と、もしよろしければ、このフグ料理の一番最後に、雑炊がつくんですが、こちらの雑炊、フグの雑炊をですね、骨のないところを選んでお作りしキッチンの方で先にお作りして、お坊ちゃまのためにお出しいたしますと、そちらでいかがでしょうかというふうに話せるわけですね。回答できるわけです。そうす,るそうすればお客様の方も、そうよと。 あのこの子がねあの食べられるならば是非それを持ってきてくださいと子供がね寝ないと私たちこのふぐ料理楽しむことができないのよと子供がもうその辺うろうろしてですね料理も楽しめないってゆっくり食事もできないのよという話が出てくるかもしれませんそうすればですねこのお客様実はハンバーグが食べたいというのが要望ではないんですね このホワイホワイホワイということを頭に浮かべながらやんわり聞いていくことによって本当のお客様の要望というのはゆっくり食事がしたいことなんですね。これがお客様の本当の要望なんです。これがこのホワイホワイホワイと頭の中で思い浮かべてなんでこのお客様ハンバーグが食べたいんだろう。なんでこのお客様 ううううちででそんんなな無茶なことと言うんだろうというのをですねこうどん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 追求していくとお客様がですね何を求めて自分が何をすれば相手に喜んでもらえるかお客様に喜んでもらえるか理解するきっかけになるわけですね。ですのでお客様がこの場合はゆっくり食事がしたいということが分かりましたのでであれば「あもしよろしければ当店の今日スタッフが何人か余裕がございますのでおもちゃまのお相手をいたしましょうか」とか。 あるいは何かですね店の方でお子さんが楽しめるようなおもちゃとかあるいは塗り絵とかそういったものを出すサービスがあればそちらをお出しするということができるわけですねつまりお客様が何を求めていて自分が何をすれば相手に喜んでもらえるか理解するきっかけになるんですねでこれをさらにさらにこう理由を伺っていことによって相手の要望を知り 相手の立場になれるわけです。つまり相手お客様の立場にな,なりたければなる,な,れるなるためにはですねお客様に,になぜそうなるんですかとなぜそう考えるんですかなぜそうするんですかというのをですねやんわり聞いていく言葉を変えてうまく聞いていくとそうすることによって相手の立場になれる立場になれれば相手の立場に立った行動ができるということになります これが相手のの立場にななるためでですす。ね、方法なんです、えー、もし、えー、このチャンネル、えー、何か役立ったなとか面白いなと思っていただければ、えー、チャンネル登録をお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。